このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要。1、玉ねぎを2週間ぶりに消毒する動画です。雨の湿気と気温が上昇してきてカビが繁殖する時期になってきました。大々的な疫病は発生していませんが、特に超極早生に白色疫病らしい病気が発生してきています。発症してから消毒しても効果は薄いのですが、他の早生や中手に蔓延しないように消石灰の上澄み液を使って消毒をします。超極早生の玉が大きくなってきているので少しずつですが早取りをしていきます。今日の構成は下記の内容になります。2章は玉ねぎの様子、3章は消毒液のペーハー測定、4章は圃場のペーハー測定、5章は玉ねぎの消毒、7章は超極早生の早取り、8章はニンニクとラッキョウの消毒、9章は風になびく里芋ネマのマルチ。第1章、今日の畑。真冬日から一気に初夏のような気温になっています。第2章、玉ねぎの様子。次第に大きくなってきている玉ねぎです。やはり中手は成長が遅いですね。ところどころ白色疫病になりつつある超極早生です。今のところ超極早生より大きくなってきている早生です。ここも早生です。右から中手、超極早生、早生二畝です。第3章、消石灰の上澄み液の pH を測定する。消毒する前に消石灰の上澄み液の pH を測ってみます。 pH は13から14で強アルカリです。噴霧器に上澄み液を10リッター入れます。散布試験をします。第4章、玉ねぎ圃場のpHを測定する。一番右の中手の畝の畑側のpHを測ってみます。pHはほぼ 7.0 です。中手の畝のpHを測ります。pHは 6.9 です。水分は 70% で測定条件としては OK です。次に中手畝のマルチ横のpHを測ります。pHは 6.9、 水分は 72% です。ほぼ中性に近いのでもう少し酸性に傾いてほしいです。第5章、玉ねぎを消毒する。カビは湿気と気温15度ほどが一番活発に動き出すので、消毒して少しでも発生しないようにしたいです。向こう側から風が吹いているため散布も向こう側からします。病気は4月から発生してきます。毎年今頃から病気が広がる傾向にあります。第6章、上澄み液を継ぎ足す。これまで数回使っていますが、消石灰のアルカリはキープできています。第7章、超極早生を早取りする。中手は早取りするにはまだ早いです。
超極早生は大きくなっているものもある。少しは早取りができそうです。早生の葉は大きくなってきていますが、玉の肥大はこれからになります。超極早生を少し早取りしてみます。第8章、ニンニクとラッキョウを消毒する。今年のニンニクは赤サビ病を発症させたくないです。特に4月が要注意です。ニンニクの消毒は念入りにします。株間と上から散布します。ラッキョウには灰色カビ病らしい症状が出始めています。第9章、里芋のうねまに張ったマルチの様子。うねまマルチの張り方が下手なのでシワシワになっていますが、風に揺られてもなんとか踏ん張っています。第10章、コーヒーブレーク。玉ねぎとニンニクの病気は4月から本格的に出始めます。少しでも病気が発症する前に消毒して、カビが活発に活動しないようにしたいものです。今年の3月は真冬日のように寒かったのですが、急に初夏のような天候になっています。人間の体が寒暖差についていけません。四条菌のカビたちはどのように感じているんでしょうか。生命が豊富な地球でカビと人間は共存共栄していかないといけないのですが、勝手な人間の都合だけを優先しようとしています。今日も元気で作業ができました。健康に感謝です。それでは皆様どうかご自愛くださいませ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それでは、ごきげんよう。